こんにちは、まぼです。はい、今回は質問のお答え後半の動画になります。はい、でお気づきかと思うんですけれども、ちょっとね、カメラの調子が悪くて iPhone で撮影しております。ご了承ください。はい、でも今回もトークというか質問のお答えがメインなので、その辺はご了承いただければと思います。はい、それではお答えしていきます。はい、1つ目。はい、お仕事柄ネイルができないようで、週末だけセルフネイルをするようなのですが、まぼさんは普段ネイルはセルフネイルなどをしますか、という質問をいただきました。私は前まではそういうネイルとかはあまりサロンとかに行ってなかったんですけど、で、まあ、去年の終わりぐらいかなからそのネイルサロンとか行くようになって、はい、やっていただくことが多くなりました。以前も紹介したんですけど、そちらのネイルサロンではセルフ用のネイルグッズとか、そういうジェルネイルですかね、ジェルネイルとか、まあ普通にマネキュアとかもちょっと置いてあったのかな。はい、そういういろいろグッズがあるので、そちらで購入して自分でネイルすることもありますと思うんですけど、これちょっと今自分でやってますね。はい、これは一応ジェルネイルなんですけど、まあワンカラーでやってます。まあ、また今度時間があるときにネイルケアグッズとかも紹介していこうと思います。はい、では次の質問です。はい、まぼさんはベッドシーツとか、こういうねシーツとか、そういうインテリアグッズとか、そういうものはどこで購入しますか、っていう質問が来ました。はい、こういうベッドのシーツとか動画で写っているものは、IKEA で購入しました。で、種類的には10種類くらいは持ってると思うんですけど、で動画で見ると結構変わってないように見えるんですけど、ね、一気に動画撮ったりとかするから毎回変わってるってわけではないんですけど、結構私シーツとかこう肌に触れるものっていうのを取り替えていきたいタイプなので、そう、10種類ぐらいは持ってますね。IKEAで買ってる理由は、まあ、普通にお安いのと、はい、お安いっていうことと、やっぱり海外のデザインなので、また日本のものとちょっとデザインが違う感じで可愛いなって思います。うん、これもそんな高くないし、こういうシーツと枕カバーがセットになってて、まあ3,000〜4,000円とかで買えるので全然いいと思います。まあ無印とかでもね、最近いいもの売ってるのでたまに欲しいなって思うんですけど、割と無印もすごい安いわけではないですよね。肌触りとかはいいと思うんですけど、うん、まあ一人暮らしなので安いのでいいかなみたいな感じで、自分の買いやすいお値段と、こういう可愛らしいっていうか自分の気に入ったデザインのものを購入してます。はい、まぼさんは今後日本とか、まあ、海外両方とも旅行に行くならどこ行きたいですか、という質問で、そうだな、日本でしたらまだ行ったことないところがたくさんありまして、そう、もう九州とかもあまり行ったことなくて、で東北の方も行ってみたいし、そう、沖縄とか北海道とか結構両極端に行ったりとかしてるんですけど、なんか美味しい食べ物があるところ行きたいですね。うん、例えば博多とかラーメンとか、香川のうどん食べに行きたいとか、東北とかだったらね、新鮮なお魚食べに行きたいとか、お酒飲みたいとか、いろいろありますね。うん、なんかアクティブ的な感じだったら、まあやっぱり沖縄とかに行って、私スキューバダイビングのライセンス持ってるんですけど、そういうので潜ってみたいなとかはありますね。海外は、うん、一回行ってみたいのはやっぱりアメリカは行ってみたくて、でアメリカはそう、 YouTuber さんっていうか、仲良くさせていただいてる、はい、交流させていただいてる YouTuber さんもいらっしゃるので、そういう方に、まあ、実際会いに行って、まあ、動画とか撮ってまたブログにして、視聴者様とかにお見せできたらいいなとかも、まあ、こう将来の夢っていうんですかね、行けたら行きたいし、動画も撮りたいなっていう思いもありますね。うん、今はアメリカとかやっぱハワイとか、まあ、オーストラリアもまた行きたいなって思ってます。はい、まぼさんは芸能人に例えたら自分で誰に似てると か思いますか、また誰かに似てるとか言われたことありますか、っていうコメントが質問来たんですけど、自分で誰とかわかんないですけど、でも昔若い頃は
ずっとボブとかパッツンボブみたいな感じとかしてて、もうこのぐらい伸びたのも最近なんですけど、その時はなんか前田敦子ちゃんとかに似てるって、まあ、多分髪型のせいもあると思うんですけど、最近はあの有名な可愛いなんとかひなこちゃんっていう子いるじゃないですか、あの CM とかに出てる、そう、そのなんとかひなこちゃんに似てるって会社の人に言われて、うん、なんか全然そんなじゃないのになとか思うんですけど、自分では分からなくて、で、そうですね、うん、誰に似てるますかね私よかったら誰に似てますってコメントをください。はい自分じゃ分からないですね正直。はい、はい、次の質問です。付き合ってきた人いや異性の人に言われてきて、これは嫌だったなということと嬉しかったなということを教えてくださいということです。嫌だったなって思ったことは、前付き合ってた人に性格はすごい好きなんだけど顔がタイプじゃないっていうふうに言われたことと、女性として、まあ、性格がいいっていうのは嬉しいけど、なんか顔がタイプじゃないって結構直接的に言われると、おーみたいな感じになりましたね嬉しかったことはなんか一緒にいて安心するとか、そう結構割と頼りになるとかそういうことかな。はい、そういうことを言われて、そう結構私見た目的になんか何もできなそうな感じがイメージがあるらしいんですけど、一見だけど喋ってみると意外としっかりしてるっていう風によく言われるので、なんかそういう風に褒めてもらえると嬉しいなとは思いますね、はい、学生の頃どんなバイトをしていましたか、またバイトの大変な体験談などあれば教えてくださいということです。飲食店が結構多かったんですけど、まあ質問お答え動画の前半でもお伝えしたんですけど、そういう児童施設とかボランティアとか、他にはあとはファミレス蕎麦屋っぽい居酒屋みたいなところと、あとピザ屋とかカフェとか雑貨屋さんみたいなのもやってましたね。うん、でもどれもどれも大変でした、まあ、飲食はもちろん大変なんですけど、でも自分も食べることも好きだし、まかないもらえるしみたいな感じなやつやってたんですけど、ファミレスやってた時に、そうで深夜のファミレスでバイトしてた時があったんですよ、24時間の。その方が時給がいいからと思って、そしたらやっぱ深夜帯のお客さんってちょっと変わった人が多くて、クレームとかはないんですけど、なんかよくありがちなナンパみたいなのとか、なんかねえねえ話聞いてよみたいな、こっち仕事中なのにそういうやつとか、ファミレスって割と制服が可愛いところとかあるじゃないですか、まあそういうウェイトレスさんの制服みたいな、それで写真撮らせてくださいみたいな一回言われたことがあってとか、盗撮みたいなのされたことがあったんですけど、なんかすんごい私ブチ切れてその人のお客さんなんですけど、今すぐその写真消さないと訴えますよって言って、じゃあ訴え、もう警察でも呼んでみなよみたいな感じで言われたから、いや警察じゃなくて弁護士に訴えますって言ったらビビっちゃってその場で消させたっていう話です。はい、はい、じゃあ次いきますね。YouTube の動画の編集時間とか YouTube での活動に使う時間はどれぐらいですかっていう質問が来ました。前編でもお話ししたんですけど、まあ、結構動画はこう時間がある時に貯めて撮っといて、で編集の方がちょっとやっぱり時間かかってしまうんですよ。例えばこの動画だったら、まあ20数分とかだとトータルして5時間とかくらいかかって、でまず作業的にはいろいろカットしてった後に、例えばワード的なものを入れて BGM 入れてとか、こうそういろいろ順番があるんですけど、全部完成するのにはやっぱり5時間とかかな、トータルしてかかりますね。あとは動画の長さとかにもよりますし、メイクレビューとかだと喋りながら説明しながら撮ってとかだから、結構撮影してからのまた編集とかだから、うん、メイク系とかあとはお料理とかも準備とかしなきゃいけないから、結構手間はかかりますね、うん、でもその撮影も時間かかるけど、撮影した後にまた編集作業に入るから、うん、トータルしたら5時間とかかもしれないですね。はい、はい、じゃあ次いきます。
孫さんは結婚願望ありますかっていう質問が来たんですけど、結婚願望はあるとあったんですよ。すごいあって、で私子供が結構好きで、あの将来の夢は保母さんになりたいとか結構悩んだんですよ。そういう子供系のとかね、そういう系に行くか、まあ普通の一般職っていうんですかね、そういうのに行くか。だから子供が早く欲しかったし、周りの友達とか結構もう子供2人目いる子とか、そうですね、結婚ちらほら結婚してきた子とかもいらっしゃるんですけど、まあそういう人は大体ね、旦那さんが年上とかそういう場合が多いから早く結婚したとかもあるんですけど、結婚が終わりじゃないっていうのをそういう友達とかから聞くから、なんかそう恐怖とかではないんですけど、やっぱりある程度経済面とか自分のこうプライベートとか、まあ、自分のこうある程度自分の時間とか楽しんで充実したら、まあ、結婚してなんか旦那さんと一緒に家庭を築きたいなっていうのはありますね、うん、やっぱりどうしても家庭とかを持つと自分だけの時間ってまあやっぱ減ってくると思うし、独身の一人暮らしだからできることっていうのもあると思うので、うん、今は今で楽しんで、まあそういうチャンスやタイミングや、はい、運が良かったら結婚したいなと思います。はい、この質問結構多かったんですけど、まぼさんは落ち込んだ時どういう風になんかこうプラスに考えたりしますかみたいな、いつも明るく見えるので何かアドバイスがあったらっていうことです。はい、私明るく見えるのかな明るく、そうですかね、でそこまで明るいとは自分では思ってないんですけど、あ結構人前に出るのとか結構緊張しちゃって、そう動画だからこう喋れるんですけどって言っても種類があると思うんですね、まあ、結構そう今までもちょっとずつ話してきたとは思うんですけど、例えばお仕事で落ち込む場合もあるし、やっぱプライベートとかでそう、まあ、恋愛だったりご家庭の事情だったりいろいろな落ち込み方っていうかあるじゃないですか、まあ、事情とか原因によって。仕事の場合は、まあ、私はなんか原因があって落ち込むとするじゃないですか。例えば仕事が失敗して落ち込んだってなっても、私は一瞬はあーやばいって思うんだけど、原因が分かってたらもう解決策の方を瞬時に考えて、それミスを取り返すぐらいの力を注ぎますね。落ち込む方にこう力を注いで、あーっていうのではなくって、それよりも落ち込んでいる時間があるならその分の力をあのプラスっていうんですかね、うん、解決策の方に費やすかなって思います。はい、プライベートの落ち込み、例えば失恋しちゃいましたとか家庭の事情でこうなりましたとか、なんか揉め事喧嘩とかいろいろあると思うんですけど、解決できないこともあるからとりあえず受け入れる心を持つって感じで、そうなんかあってイライラしたり、あ悲しい辛いって思うこともあるんですけど、ずっとその何でしょう、負のスパイラルっていうんですかね、そういう感情のところにこうっていても解決はしないじゃないですか。ただそこに立ち止まってるだけだから、立ち止まってるんじゃなくってとりあえず受け入れて、あこういう事実があったんだって受け入れて、そこからじゃあどうしようかってあの考える。落ち込みやすい方っていうのはこう感情的にあーってなっちゃって、もう周りが見えなくなっちゃうとかあると思うんですけど、周りの人も心配するし、せっかく何かがいいチャンスがあったらそれも離れていっちゃうわけじゃないですか。落ち込む時は落ち込んで、うん、頑張ろうっていう時は頑張るみたいな切り替えは必要だと思うので、うん、自分のペースでその辺はやっていいと思います。なんかもったいないじゃないですか、その落ち込んでる時間っていうのは。だからその時間があるならなんかもっと違うことやろうみたいな考え方を少しだけ変えれば、うん、なんだろう、見えてくる世界とかも変わってくると思うから、少しずつ解決していけばいいと思います。はい、次の質問は、この質問も結構多かったんですけど、都内で一人暮らしするのは大変ですかっていう質問ですね。出身なので都内で住むっていう点ではもう慣れてるから別に大変とかはないんですけど、一人暮らしという点では大変ですけど楽しいは楽しいですね、うん、だって一人暮らしだから何してても誰かに何か言われることもないし、なんです
けど、でも人ってまあ自動的にこう自立するようになってるじゃないですか。ある程度年齢が来たらみんなねこう自立してって、うん、過ごしていくのがまああるべき形といいますかね、うん、もちろん地元とかに一緒にねご両親と住んでる方もいらっしゃると思うんですけど、私はもうほら会社員社会人になったし、まあ、ある程度ね暮らしていける財力といいますかがあるから始めたっていうのもあるんですけど、いつまでもねなんか親に頼っててもなみたいな感じにもなってきますし、年齢的にもそう、学生さんの場合はねまたねご両親保護者の方からこういう生活費とか仕送りとか送っていただいて生活している方の方が多いと思うんですけど、まあ、それもそれで多分大変ですよね。学業と私生活の両立も大変だと思いますし、うん、でもその経験っていうのは、はい、絶対将来のためになると思うから、あまりこう自分一人で生活してるってなるとやっぱそういう節約だったりとか、まあ、将来のことに向けてあんまりお金使いすぎちゃいけないとかそういうことはあるかもしれないし、うん、あとは何かあった時一人だとなんか不安だなって思うことはあるけど、友達とか友達とか家族とかね普通に連絡取れたりとかすれば全然大丈夫だし、うん、問題ないと思います。はい、まあ、女性はね女性だったり女の子は防犯とか本当に気をつけて、東京に限らずなんですけど、うん、そんな感じかな。はい、あとはあんま危険な遊びとかね、はい、あの危ないところに行かないようにすれば大丈夫だと思います。はい、愛犬龍さんのことをどう思いますか、どういう存在ですかっていう質問をいただきましたですね。我が家のアイドルがいるんですけども、はい、龍さんは今13歳なんですけど、で種類は柴犬でオスなんですが、中学生ぐらいの時に飼わせてもらったんですけど、その時にうちの親はそういうペットとか飼わせてくれなかったんですよ。そういう命あるもの命あるものをちゃんと育てられるまでは飼えませんっていう風に言ってて、やっと飼ってもらえたペットっていうんですかね、動物なので、なんか柴犬なんですけど、柴犬って普通警戒心が強いんですけど、なんかわかんないんですけど全然警戒心なくってで、あんな体大きそうに見えるんですけど小さい犬に吠えられまくるんですけど一切吠えないし、本当におとなしいんですけど、中学生の頃からずっといる一緒にいるから、なんかいるのが当たり前で、なんか逆にいなくなるって考えると本当悲しくなってきちゃって、動物大好きなんですよ別に種類問わず、だからいなくなるっていう想像ができないから悲しいけど、多分その時動画撮れないかもしれない老犬なんですけど、なんか本当やんちゃすぎてずっと赤ちゃんみたいな感じで、大きな赤ちゃんみたいな感じですね。ゆうさんがいるからまあ明るい生活を送れてるっていうのもあるかもしれないです。はい、次の質問です。まぼさんは霊能力とかスピリチュアルについて信じますか、またはそういう体験したことありますかということで、私霊感ないですね一切友達がそういう、うん、霊能力者みたいな、と、なんて言うんでしょう、占い師ではないけどそういうのに行きたいって言ってそれについて行ったことがあるんですよ。ついでに見てあげるわよみたいなことを言われて、なんかその時はお金払わなかったんですよね、なんか運よく。で私そういうの信じないじゃないですかだからなんだよこんなのどうせ嘘だろうって思ってこう見てたら、ご先祖様とか、そうですね、私のなんかゆかりのあるのついてるみたいな感じで言われて、あそうなんだすごいなみたいな、まあご先祖様だったら全然いいやみたいな感じじゃないですか、の線が見えますみたいなことを言われて、線ってなんかどういう意味ですか、真面目ってことですかみたいな感じで言ったら、うん、この線はねあれだね頑固の線だねって言われて、頑固の線みたいにそれって思って、そうなんかこう一本のピーって線があるから、なんだいい意味でブレない性格みたいな、そう感じなんだけど、悪い意味ですごい頑固みたいなこと言われて、まあ確かに言いにくいんだけどって言われて、え何ですかって言ったら、あのね足元にいっぱい動物がいるんだよねいろんなって言われて意味がわかんない、そういろんな小動物がいっぱい足元とか、あとワンちゃんとかいっぱいいるんですって私の足元にそうだから犬に
だから動物に好かれるのかな、わかんないんですけどね、あのバラエティ豊かな、あのいろんなものがくっついてますって言われて、あそうですかって言って、別にバラエティ豊かじゃなくてもいいのになって、普通が良かったなって思ったんですけど、なんか霊感あるっていう方、もしよかったらコメントください。なんか私の部屋になんかいるとか言われたらやだはい、でもまだこの家に住んでなんか起きたことはないので大丈夫だと思います。はい、じゃあこれで最後にします。最近あった出来事で、あなんか驚いたこととかハプニングみたいなことはありましたかという質問です。はい、そうハプニングっていうか、すごくびっくりしたことがあ、仲良しののんちゃんとご飯食べに行くっていう約束をしてたんですね。新宿で待ち合わせしようってことになって、で、あののんちゃんと待ち合わせする時間までに時間があったから、コスメとかメイク用品見に行こうと思って、伊勢丹の、あの、はい、化粧品売り場の方に見てたんですよ。あそろそろのんちゃんに会う時間だと思って、とことこうこう向かおうと思って、でのんちゃんと待ち合わせしたのはこう JR の、はい、JR の方の、まあ、改札口で待ち合わせしようってなったから、新宿三丁目から地下道を通って、あの行ける道あるじゃないですか、わかりますか、こう行くとあのいろいろメトロとか走ってて、そうで、その通りをこう地下を抜けて、その通りを通ってとことこ JR の方に向かって歩いてったんですけど、なんか高校生2人組の女の子がなんかトントンってして声かけてきてくれて、へって思って、あどうしようって思ったんですよ。で私普段あの風邪予防として仕事行く時とかもそうなんですけど、マスクしてるんですね。あと喉が弱いんで、であのマスクしてかこう出してなかったんですね、こんな感じで。そう、そしたらなんかその高校生2人組が、あの人ですよねみたいな感じで言われて、え、あ視聴者様かなって思って、高校生にも見てもらえてるんだって思って嬉しいって思ったんですけど、なんかあれですよね、関根理沙さんですよねって言われて、えって思ってえって思ってすごい戸惑って、なんかそう YouTuber なんだけど違うしみたいな感じだし、関根さんの方が憧れの YouTuber さんなんですが、そう、あ全然違うし、あのえ全然違います、違いますって何回も言って、違うんですよって、でえ絶対そうですよねみたいなことを、あの新宿の人がいっぱい通ってるところですごい言われて、違うんだよね、まあでも YouTube はやってるんですけどみたいなことを言っちゃって、やったら、えでもほらやっぱそうじゃんみたいな、見たこともあるもんみたいな風に言われて、あって思って、でも私のチャンネルこれなんでっていう風に、でこれが私のチャンネルですみたいな感じで見せたんですね。そしたら、違うでしょみたいな、ちょっとマスク取ってもらえますかみたいなこと言われて、みたいな感じで、別にマスク取っても変わんないですよって言って、マスク取っても、あやっぱりそうだよみたいな、いや全然顔違うからって思って待たせてるので急いでるんですよね、ごめんなさいって言って、でも私関根さんとかじゃないからねって言って、 SNS とかで言われちゃったらちょっと困るからみたいな感じで言ったら、でも絶対そうだよねみたいな感じで言って、じゃあ写真撮ってもらってもいいですかみたいな風に言われて、まあ別にいいんですけど、そうでももし本当に勘違いして SNS に上げられたら、私の YouTube 人生がなんかちょっと終わりそうな感じがしたからねみたいな、すいません急いでるんでって言ったら、なんかそののんちゃんに会いに行かなきゃいけないんで、こうトトトトってあの歩いて行ったんですよ、ちょっと 早歩きで。そしたらあのその2人組構成がマークしてきて、なんかあ絶対ついてきてるじゃんって思って、でなんかやだなっていうか、なんか変な噂とか流されたらちょっと不安になってきちゃって、なんかまだ用ですかって言ったら、あのみたいな、これからどこ行くんですかみたいな、 YouTuber さんとご飯行くんですかみたいな、なんかいろんなこと言われて、なんかいや違いますのんちゃんですってなんか言っちゃってえのんちゃんって誰ですか、 YouTuber さんですかみたいなことをいっぱい言われちゃって、関根さんと全然顔違うし、あの関根さんの方が何百倍も綺麗だしね、私が身長低くてこうフォルムが多分若干似てたのかもしれないんですよ、でどっかで見たことある人だと思われて、はい、あの勘違いされて、
私の YouTube 人生が終わったっていう風に思った出来事でした。はい。感じで質問のお答えを終わらせていただきます。質が悪くて申し訳なかったんですけれど、がうまく伝わってたらいいなと思います。なんか疑問があることだったりリクエストなどがありましたらコメント欄などに、はい、気軽に書いていただけたらと思います。お答えの前編の動画もよかったらチェックお願いします。はい、たくさんの質問をくださりありがとうございました。はい、中にはね海外に住まれている方からこうメッセージとか質問とかいただいて、なんかこうなんでしょう、一生懸命日本語でメッセージとか送ってくれる感じがすごく可愛らしくてありがたいなって思ったりとか、質問だったり優しいコメントなどをくださりありがとうございます。はい、とても感謝しております。またよかったら次の動画も見に来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。